名鉄5700系電車。名鉄5700系電車。名鉄5700系電車は、名古屋鉄道、名鉄が1986年から運用している電車である。名鉄名古屋本線を幹線とする急行列車のサービス工場のために登場した車両で、同時に同じ車体で5000系、5200系の機器を一部、流用した5300系も増備された。 本校では5300系についても同時に記述する。名鉄の車内では5000系以降の高性能車について SR 車と5700系と5300系について NSR 車と呼称していることに倣い、本校でも5700系登場以前の高性能車については SR 車と表記し、5700系と5300系だけをまとめる必要がある場合は、 nsr 社と表記する。また、特定の編成について記す場合は、豊橋向きの先頭車の車両番号をもって、編成故障とする。例、豊橋向き先頭車の車番号が、区5701の編成であれば、5701、編成。名鉄名古屋本線では、豊橋と岐阜を結ぶ、速達列車として、特急、急行を運行しており、これらの列車には2、 扉クロスシート車が運用されていた。1977年以降は、特急は7000系、7500系が中心となり、高速、急行には主に5000系、5200系、5500系、などの2扉クロスシート車両が運用されていた。しかし、名鉄では、在来車の冷房化改造を全く行わなかったため、一般利用者にとっては、パノラマカー並みに、 固定窓で冷房を装備した車体を有するエール車の7300系の方がサービスの良い車両であり、非冷房の5000系、5200系は沈伏化が進んでいた。しかし、6000系のような通勤用の車両を急行列車に使用するのはサービス上不十分とも考えられた。折しも、日本国有鉄道、国鉄東海道本線では、1986年に、 分割民営化を見据えて、快速列車の大増発を行うことになった。これに対応すべく、名鉄では、新しい急行用の車両を製造することになり、登場したのが5700系である。ただし、当時の名鉄の財政事情では大量に5700系を増備するのは難しかったため、5700系と同様の車体で、5000系、5200系への台車や、 伝送品を流用した車両として300系が登場することになった。5700系は4両編成で登場し、1989年に一部の編成が中間車を増備して6両編成となった。5300系は4両編成と2両編成が製造された。5700系は系列中に6形式が、5300系は系列中に4形式が存在する。 本節では、以下、登場当時の仕様を基本として記述し、増備途上での変更点については、別途死を設けて記述する。更新による変更については、遠隔で講述する。編成については、編成表を参照のこと。戦闘車は、車体長 18,150mm、全長 18,900mm、中間車は、 車体長 18,100mm、全長 18,830mm で、車体幅は 2,730mm である。車体は普通構成で、屋根板と床板はステンレス板を使用した。レール上あつらから床面までの高さは 1,110mm で、ある。前面は後方に傾斜した流線型で、大きなフロントガラスを使用した。 機関通式の左右非対称スタイルとし、客室から前方視界が広がるように配慮した。ガラスは熱線ヒーター入りとした上で、大型ワイパーも設置し、雨天時にも良好な視界が確保されるように考慮した。客用扉は片側2カ所に、幅 1400mm、高さ 1808mm の両開き扉を配置し、ラッシュ時におけるスムーズな乗降を考慮した。 側面窓はパノラマカーと同様の固定窓、連続窓で、車端部のロングシート部分のみ、バランサー付き加工窓とした。客用扉の窓にはフィルム入り合わせ、ガラスを使用し、直射日光を和らげるようにした。先頭部分と側面窓上中央部には、幕式の種別、行き先表示器が設けられた。車体の塗装デザインはスカーレット一色で、 耐光性や光沢に優れるフッ素樹脂塗料を使用した。車内は主として転換クロスシートを配置し、連結面側車端部にはロングシートを配置した。転換クロスシートのシートピッチは 900mm で、乗務員室車消息直後の2客については幅を 1085mm と広くして親子3人でも座れるようにしたほか、後列の座席については若干高くした。 また、出入り口付近には、肘掛け付きの折りたたみ式補助座席を設けている。この座席は、自動的に収納されるように、コイルバネとダンパーを設けているほか、ラッシュ時には乗務員室からの操作でロックさせ、使用できないようにすることが可能である。使用可能な状態の際には、補助座席の LED 表示灯が点灯する。乗務員室直後の客室上部には、 デジタル LED 式の速度計を取り付けた。室内灯は平面グローブ付きとして天井に2列の配置とした。室内の配色については天井をクリーム色、壁面はベージュとして側面をレンガ模様、妻面を花柄模様とした。床面はワインレッドとブラウンで床中央をワインレッドとした。座席の表地の色はスカーレットとした。 乗務員室の機器配置は既存の SR 車と同様として誤操作防止を図ったほか、運転台以外は全面展望の妨げにならないように機器をすべて収納した上で無反射塗装を施した。5 7 0 0系では機器類は6 5 0 0系と同様のものとした。制御装置は製造コストの低減を図るため、 一台の制御機で8機の電動機の制御を行う方式の多段制御装置とした。採用されたのは、東芝製の改正ブレーキ併用 GTO 会、自直波制御方式の主を器である P39C 型である。7000系との連結運転を行うため、車両性能は7000系に合わせている。主電動機については、東洋電気製造製の直流服巻穂。 国保証巻線付け電動機の TDK-8225A 型が採用された。主電動機の出力は 150kW である。駆動方式は、中空軸平行、カルダン駆動方式で、波数比は82,17イコール4.82である。制動装置、ブレーキについては、他の SR 車との連結のため、回線ブレーキ併用の HSC。 R 型電磁直通ブレーキが採用された。台車は住友金属工業製の SU 型民電式の空気バネ台車が採用された。電動台車が FS521A 型で基礎制動装置はシングル式、片押し式。付随台車が FS098A 型で基礎制動装置はクラスプ式、可壊式である。終電装置。 パンタグラフはも5750型も5850型に搭載した。5 3 0 0系では一部機器や台車を5 0 0 0系、5 2 0 0系から流用した。制御装置は三菱電機製のアブフム108から 15MRH 型を申請した。開示点カレージ制御方式を採用し、改正ブレーキを付加しており、1台の制御機で発揮の 電動機の制御を行う方式である。主電動機については、5000系、5200系から流用した、東洋電気製造製の直流直巻規制粒子、電動機の TDK823A 型を使用した。主電動機の出力は 75kW である。駆動方式は、中空軸平行、カルダン駆動方式で、波数比は78,16イコール4.875で、 ある。制動装置、ブレーキについては、HSCR 型電磁直通ブレーキが採用された。台車は5000系、5200系から流用した金属バネ台車である。戦闘車には、住友金属工業製の、アルストムリンク式軸箱支持方式の金属バネ台車である FS307A 型台車を、中間車には、住友金属工業製、 軸羽根式軸箱支持方式の f s 三百十五軽台車を使用した。終電装置、パンタグラフはも三百五十型、も五千四百型に搭載した。冷房装置は、一万五千キロカロリー、H の能力を有するプーマイナス4 0 0型を一両に、月二台搭載した。補助電源装置は、出力七十九馬のブースター方式静止型インバータを、 採用し、9700型、も5850型、も5300型、も5450型に搭載した。1台で2両分の電源供給が可能である。5300K では、制御装置の点火レージ用電源にも、SIV から出力された電源を使用する。電動空気圧縮機については、5700K では、交流電源による、 交流電動機駆動の C-1000 型を搭載した。5300K では 5000K、5200K から流用した DH-25 型を搭載した。5700K 一時車は1986年6月に4両編成が3本。5300K 一時車は1986年6月から7月にかけて4両編成が4本製造された。 5700系は1986年6月24日から営業運転を開始、その後5300系も順次5700系との共通運用で営業運行に投入され、同年7月20日のダイヤ改正から NSR 社の本格的な営業運行が開始された。NSR 社の導入に伴い、名古屋本線系統の高速、急行列車については、 ほぼ100%冷房化が達成された。同年12月までには5300系の二次車が入線、1987年元旦から本格的に営業運行に投入された。さらに、同年3月に5700系の、同年11月には5300系の増備が行われ、NSR 車は名古屋本線系統の主力車両となった。 1989年頃になると、名古屋本線の高速、急行列車では6両編成の運用が多くなり、6両貫通編成を増強する必要が生じた。これに伴い、5700系の一部を6両編成化することになり、もう5650系、さ5600型が2両ずつ製造され、5701編成。 5700に編成に組み込まれて6両編成となった。この時のゾービー車では制御方式は堺自転カレージ制御を採用した。また5300系は豊川線での運用が多くなった。1990年10月29日のダイヤ改正において特急営業施策の変更が行われ、名古屋本線の特急では指定席車両と 一般席車両を連結した一部指定席の特急が登場した。これに伴い、1000系パノラマスーパーに一般席車両として NSR 車4両編成を連結したり、7700系白帯車2両に一般席車両として5700系6両編成を連結する特急列車が登場したほか、全車一般席の特急には、 sr 車全形式が運用されることになった。しかし、自由席車両として、nsr 車を連結した列車では、指定席車両と一般席車両の通り抜けができず、5乗の問題も発生したことから、各車両に指定席車、一般席車というサボを掲出するなどの対策も、行ったが、結局、翌1991年10月21日のダイヤ改正からは先形。 パノラマスーパーで指席車両と一般席車両の通り抜けができる貫通編成を蘇生して対応することになり一部指定席特急は線形、系パノラマスーパーに統一された。名古屋本線では1990年8月から時速 120km 運転が開始されるため5700系については増圧ブレーキが設置された。一方、 5300系に使用されていた台車は5000系、5200系から流用した金属バネ台車で乗り心地に問題があった。このため、まず FS315 系台車については1989年までに枕バネ、軸バネの改良やビルダンパ移設などが行われたが、名古屋本線での時速 120km 運転に対応する抜本的な対策として、 1993年から台車の交換が開始された。これは、インダイレクトマウント式 SU、民電式の空気バネ台車である FS550 系、台車、歯車比81、18イコール4.50、1を新造し、捻出された FS315 系台車によって、FS307 型台車を淘汰するというものあったが、2000年3月以降は、 FS315 系台車は転用せずにそのまま、淘汰することとした。2009年時点では5300系の4両編成5本と2両編成3本が FS550 系台車に交換され、4両編成3本が FS315 系台車に統一されていた。FS550 系台車に交換された編成では、時速 120km 運転に対応するために、 増圧ブレーキの設置が行われたほか、電動空気圧縮機は DH-25 型から C-1000 型に交換となり、基礎ブレーキ装置はユニットブレーキとなった。なお、この台車交換によって燃出された FS307A 型台車のうち1台は、1994年に開設された名鉄資料館に保存されている。なお、 時速 120km 運転対応により、増圧ブレーキが設置された NSR 車であるが、2009年時点では、最高速度は時速 110km のままである。その後、5 5 0 0系、7 0 0 0系、7 5 0 0系、7 7 0 0系、7 1 0 0系が全廃されると、名鉄においてに扉の一般車両は NSR 車のみとなり、 名鉄の車両でも少数派となった。5700系5701編成、5702編成は2009年までは6両編成で運用されていたが運用効率の向上のため同年9月に1989年に新造した車両を外して4両編成化された。外された4両編成については2009年に 廃車された5313編成の運転台を活用して4両編成とすることになり、さ5601にはも5313の運転台を取り付けた上で9 5 6 0 0系5 6 0 1に形式変更も5652にはも5413の運転台を取り付けて先頭車化改造された。これらの改造は2010年3月26日付で、竣行。 5601編成として運用されるようになった。この5601編成は、運転台の直後には、座席がなく車椅子スペースとなっている点が、他の NSR 車と異なる特徴である。5300系は2009年から、5700系は2017年から、除席車両が発生している。5300系は2009年11月18日付で5312。 編成、5313編成が、2011年5月から8月に、かけて5301から5303編成、5307編成、530編成、5311編成が、2017年6月には5309、編成が、2019年2月には5306、編成、5308編成が廃車となり、 5 7 0 0系は2017年6月に5702編成が、同年7月に5601編成が、2019年1月に5701編成が、同年3月に5703編成が廃車となった。この時点で、5 7 0 0系は5704編成、5705編成の2編成8両、5 3 0 0系は5304編成、 5305編成の2編成8両を残すのみとなった。2019年3月のダイヤ改正で、本系列の特急運用は消滅した。1996年時点、鉄道ピクトリアル通関624号、富山勝彦、名古屋鉄道原油車両編成表、P228 の車両番号を基本として記載する。備考欄も参照されたい。 5700系4両編成2本は1989年から、新造された中間車を組み込んで6両編成2本となったが、2006年に4両編成3本となった。このうち1本については5300系2両編成1本を利用して先頭車化されている。2両編成は5300系のみだったが、2017年6月に5309編成が廃車となり、 二両編成は消滅した。六両編成は5700系のみ。1989年6月から2009年9月までこの編成で運用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。